タイミングが非常に悪かったですね。ちょうど人事が動き出したちょうど、これは必ずどこの局でもあるわけですよね、番組改編の時期っていうのがあります。それにいろんなものがまつわって動き出したところに、ご存知の通り私を批判する、2、3を批判するとんでもない、こうなんていうんですかね、私に言わせればもう信じられないような気味の悪い意見広告が載ったんですね。そしてそれと時期を同じくするように古舘さんの交代とか国谷さんの交代っていうのが出てきたもんだから、一斉にそういう権力に民放側が萎縮して、あるいは NHK も含めて萎縮してやってるんじゃないかなという見方が出てきてるわけですね。だこれをどう考えるかって難しいんですね。先ほどもちょっと雑談で先輩方とも話したんですけど、今政権側のやり方非常に巧妙です。悪く言うと非常に狡猾です。正々堂々真正面からやってこないんですね。だからそういう意味では高市さんは発言やりすぎちゃったんでしょうね、おそらくね。だけどもやらざるを得なかったという流れがあったんだと思います。これ記者クラブ制度に、ある意味では非常に助けられて取材をしてきた自分としては言いにくいですけども、でも今お話があったように、ここへ来て非常にやっぱりデメリットって言いますかね、弊害が非常に目立つようになってきたということはもう間違いないですね。これやっぱりクラブ制度をどうするかということを現場で本当に話し合ってね、結論はやっぱりもう廃止した方がいいですね。自由がいいですね。これね、民主党政権で一回やったんですね、確かね。だけどあの政権が完全に、ダメになっちゃって倒れて、それっきりになっちゃったっていうところがあります。警察を回る記者クラブに入りたいという人はほとんど市民にいなかったので、まあ、別に僕は何も考えなかったんですけども、政治とか経済とかいうことになってくるとですね、これはもういろんな人が興味持ってるわけですから、公開した方がいいんだろうなと。つまり閉鎖的で記者クラブは廃止すべきだというふうにはっきりした方がいいと思いますね。フリーランスの記者になってもう10年くらい経つんですが、皆さんと同じ立場になったんですね。つまりほとんどアクセスができない、記者クラブ当局の発表、特に警察とかですね、事件事故のアクセスなんてのはほとんどできない状況になっているっていうのは僕は両面で見たので、これはその非常に問題であるなというふうには思います。でどうしたらいいかっていう話をですね、その多分今日するような長い時間はないと思うので、やっぱり例えば一つの方法として、ただしその公権力というかですね、公共機関の中にですね、ああいう形でそのクラブっていうその存在ですね、まあ、ある種メディアの拠点があるっていうのは僕は決して悪いことではないような気がするんですね。つまりやっぱり公開性、それからそのもうちょっと多様な参加のあり方みたいなことができるのかどうなのか、つまり抜本的なその改正というかですね、その改革というかっていうものもできるのであれば、僕はもうちょっと考えてみるべきだろうなというふうに思うんですね。ただしこの問題は非常に難しい、難しくてですね、その基本的にメディア界というのは全員一致じゃないとその一歩踏み出さないというシステムになっているので、じゃあ記者クラブの問題をどうするのかといったときにですね、例えば一社でもいやいやって言ったら瞬間にそれ もう前にも後ろにも行かなくなっちゃうというのが現状なんですね。つまりそういう問題はあるんですけれども、ただその弊害が多くなってきているというのは間違いないわけですから、例えばその、ね、最近週刊誌が元気で新聞から全然特ダネが出ないじゃないかなんていうのは、おそらく記者クラブ制度 その弊害のうちの一つなんじゃないかなと僕も経験上思ったりとかもするんですね。なのでこれからその経営的にその新聞等がその苦しくなっていく中で、やっぱり記者クラブ制度、あるいはさっきお話出た札回りとかですね、地方の支局で札回りから新聞記者生活をスタートするっていうのはありようとかですね、いうのを考えるべきだろうなと。僕はだから記者クラブ制度廃止すべきっていうふうにそのパッとは言わないですけれども、基本的に抜本的に改革しないと僕はマスコミ不信っていうのがもっともっと強まってしまうっていうような状況にもう随分前からなっちゃってるなというふうな感じは抱いています。はい。